パンクジャズは伝統的なジャズの要素とパンクロックの楽器の演奏方法における伝統、つまりはパンクロックの伝統的な考え方を組み合わせたものを指す。著名なパンクジャズの演奏家としては、ジョン・ゾーンの率いる音楽バンドである、ネイキッド・シティや、ジェームス・チャンス・ザ・コントーションズ、ラウンジ・リザーズ、ユニバーサル・コングレス・オブ、ラフィング・クラウンズ、ミドリが挙げられる。 オーネット・コールマンや音楽バンドであるテレビジョンとの協力を求めていたパティ・スミスによってジャズの影響を受けしなやかかつ即興的なパンクの旋律が形作られた。イングランドにおいてロル・コックス・ヒルはダムドと共に収録を行っていたサクソフォン奏者であり演奏中にパンク調の演技をするジャズの音楽家であった。 ジャズの音楽バンドにおけるパンク調のドラム奏者としては、ストラングラーズのゼットブラックやザクラッシュのトッパーヒードンがいた。1970年代半ばにオーストラリアにおけるパンクロックが広まり出したのはジャズに影響されてのことであった。セインツによる1978年発表のプレヒストリックサウンドというアルバムの中でスイングを揃えたことと、 金管楽器パートを取り入れたことは、エド・クーパーが後に立ち上げた音楽バンドである、ラフィング・クラウンズに受け継がれた。サンラや、ファラオ・サンダース、ジョン・コルトレームのような、シーツ・オブ・サウンドの美学に基づいた、フリージャズを、クーパーは、作り出そうとした。オリー・オールセンによって初期に行われたパンクの企画もまた、オーネット・コールマンなどのフリージャズから着想を得た、ものであった。 1970年代終わりには、後にバースデーパーティーとして知られることになる、ボーイズ・ネクスト・ドアという音楽バンドによって、パンクにジャズの要素が様々に組み入れられていた。オーストラリアのこうしたパンクの音楽バンドによってもたらされた影響は、デザート・ジャズとして説明された。 ジェームス・チャンス1980年代中にはポストパンクの登場を伴った政党主義の薄まりによってジャズが再評価されることになった。ロンドンではポップグループがフリージャズとダブルレデーを合わせて独自のパンクロックを作り始めた。バースデーパーティーはポップグループの We Are Prostitutes という歌の影響を大きく受けたとニック・ケーブは述べている。ある記者は バースデーパーティーによるジャンクヤードという曲の音をノーウェーブのギター、フリージャズの激しさ、キャプテンビーフハートのトゲトゲしさを混ぜ合わせたものであると表現している。ニューヨークではノーウェーブはパンクとフリージャズの影響を受けた。リディアランチのアルバムであるクイーン・オブ・シャム、ファンク、フリージャズ、パンクロックを合わせたジェームス・チャンスザ・コントーションズによる作品グレイによる 作品、最初に、自らのことを、パンクジャズと言い始めたラウンジ・リザーズによる作品などが、この作風を受けている。ビル・ラズウェルと自身の音楽バンドであるマテリアルでは、ファンク、フリージャズ、パンクロックが合わせられたのに対して、別の音楽バンドである、マサカーではロックに、即興での演奏を取り入れた。ラズウェルは、アメリカのフリージャズバンドである。 ラストイグジットとペインキラーのメンバーを務めていた。ジェームス・ブラッド・ウルマーは、コールマンのハーモルディックスタイルをギターに適用して、ノーウェーブとのつながりを模索した。ハードコアスタイルの基礎を築いたことで広く、認められているバッド・ブレインズはフュージョニへの、試みによって始められた音楽バンドである。アルバート・アイラーに影響されたグループである、ユニバーサル・コングラス・オブ内で、ギター奏者である、ジョーベイザは、 サッカリントラストと共にパンクとフリージャズを自身で組み合わせて演奏した。ブラックフラッグのメンバーであるグレッグ・ギンは特にブラックフラッグによる1985年発表の EP 版による気楽曲であるプロセス・オブ・ウィーディング・アウト内でギターの演奏にフリージャズの要素を取り入れた。ヘンリー・ロリンズはフリージャズのことを称賛しており自身のレコードレーベルで マシューシップのアルバムを出すチャールズ・ゲイルと協力するなどしている。ミニットメンはジャズ、フォーク、ファンクに影響を受けた。そのグループのメンバーであるマイク・ワットはジョン・コルトレーンの演奏を聴いて影響を受けたと話している。オランダの無政府主義パンクの音楽バンドであるウェクスはハンベニンクとインスタント・コンポーサーズ・プールの他のメンバーと一緒になってフリージャズの要素 特に自由即興の要素を取り入れた。ギリシャ人とアメリカ人のハーフの歌手である、ディアマンダ・ギャラスは、題材的にも、作風的にも、反対の観点から、ジャズの伝統に取り組んだ。シンガーというアルバムは、ボーカルとピアノの演奏にパンクジャズを適用した、典型である。ニック・ケイブ・アンド・ザ・バット・シーズのベース奏者である、バリー・アダムソンは、自身の収録したモス・サイド・ストーリーという、 アルバムにおいて、感覚器による伝統的なジャズにも、パンクやノイズロックの観点を持ち込んでおり、またそのアルバム中には、ギャラスが歌っているトラックが存在する。1990年代初期のアメリカでは、フリージャズは、ポストハードコアの活動の中で、大きな影響を与えていた。ドライブライクジーヒューは、ブラックフラッグにおける、無調独走から進んで、 音の立ち上がりに2種類のギター音を重ねるようにした。ネーション・オブ・ユリシーズでは、イアン・スベノニュースが、ボーカルとトランペットの2役をしていて、歌の複雑な構造奇数表紙、またライブショーの熱狂性は、フリージャズと同じくらい、ハードコア・パンクの特徴をも持っていた。プレイズ・プリティ・ベイビーというアルバム内で、ジョン・コルト・レーンの、史上の愛の短時間の収録も行っているが、 題名は、ザ・サウンド・オブ・ジャズ・トゥ・カムであり、オーネット・コールマンの古典的な名作アルバムである、ジャズ・来たるべきものから取られている。シカゴの音楽バンドである、キャップン・ジャズもまた、フリー・ジャズにおける、奇数拍子やギターの旋律を取り入れ、ハードコアでの叫び方と愛好家によるチューバの演奏と、組み合わせている。スウェーデンの音楽バンドであるリフューズ・ドア、こうした背景に影響を受けて、ザ・シェイプ・オブ、 パンクツーカムという題名のアルバムを収録しており、そのアルバムには、激しいハードコアパンクの曲とゆっくりとしたジャズ風の歌が交互に収録されている。ヘビメタルとフリージャズ、サイケデリックを組み合わせているという点で、シカゴの音楽バンドであるヤクザとカンディリアはよく似ている。イタリアの音楽バンドであるエフェルドアスは、ペインターズパレット、ペインネセサリートノーというアルバムの中で偶然にも、 ジャズコアを再現した功績があるにもかかわらず、フランクザッパのような前衛的ロックのさらなる新演を求め、ジャズコアからは離れた。その他のパンクジャズにおいての活動としては、385、ザ・フィフス・プラトー、ヘラ、ミドリー、ラパートマ・ウジテ、オマー・ロドリゲス・ロペス、タラバム、EN、ヤング・ブラッド・ブラス・バンド、ズ・ガット・バケット、キング・クルールが挙げられる。 ジャズコアという表現がハードコアパンクに影響を受けたパンクジャズバンドに対して使われることがあり、そのような音楽バンドとしては、ズ、16から17、ペインキラー、エフェルドゥアスなどが挙げられる。ありがとうございます。